ぱい撮らせていただいたのがこちらです、うん、おギガ子ギガ子、はい、おあの少女が巨大化するという特撮ですね、はい、特撮ですね、あもうこれ巨大化してる、巨大化してるんですよ、はい、まずい朝練遅刻しちゃう近道しちゃおっと、いやしまった、え貴様スイッチよ、え何ギガンテスが、ギガンテスが起動してしまった、緊急退避、何っていうかこれは、現場より入電、エマージェンシーコール。なんだこれは。何？何なのこれ。全長約40メートル、巨大な女子高生。当該の巨大女子高生第1級超常現象に認定。現時刻をもって巨大女子高生はサイフォース管理下に入りました。うん。では対象ギガントガール、長いな、ギガ子、ギガ子と呼称する。了解。ギガ子って何？チカ子なんだけど。ギガ子の現在地出します。まずいな、新愛知の中心部か。現場付近の人口が増加中、市民が通勤登校する時間帯です。早急に手を打たないと現場がパニックに。ちょっとギガ子って何よ。私チカ子なんだけど。ギガ子ちゃん、大きな声を出してはダメ。今のあなたは普通に怒鳴るだけで衝撃波を出してしまう。そうなの？ごめんなさい。ギガ子くん、私はサイフォース司令官ホバシラだ。サイフォース？あなたが巨大化したような超常現象に対応するために創設された機密機関よ。わかんないけど助けてくれるの？我々はそのためにここにいる。まずは君のことを教えてくれないか。私は難波高校2年 B 組鈴木千佳子です。確かに登録されている写真とも一致します。君はなぜ巨大化してしまったんだ？わかんないけど偶然路地でぶつかった黒服の男の人がカプセル、金色のカプセルみたいなのを持ってて、それが急に光って。監視カメラ映像にありました。出します。それは博士、来てくれたのか。まさか完成していたとは。この機械に心当たりが。これはおそらくギガンテスだ。ギガンテス？人口爆発後の地球外移民を想定して考案された、地球外での活動を可能にする人類の巨大化装置。そんなものが。ちょっと何？やめてよエッチ、やめてよ、やめて。ギガ子の画像が SNS で拡散され始めました。ひどい、ローアングルばかり。地上からスカートの裾まで10メートル以上あるんだぞ。しょうがないだろ。え、測ったの？客観的事実を言ってるだけ。これ見てください。本日未明、市街地中心部に突如巨大な少女が出現しました。一体彼女が何者なのか、どういった目的なのか、まずは現場からお伝えします。こちら現場付近です。ご覧ください、推定身長40メートル、ビルより巨大な少女の姿です。ちょっと勝手に撮らないでよ。市民が騒ぎ始めましたね。まずいな。司令、ギガ子ちゃんを避難させましょう。避難？どこか広くて我々で保護できるような安全な場所に。そんな場所一体どこにあるって言うんだよ。いや、あるぞ博士。それは難波城だ。難波城跡地だよ。確かに難波城なら広いし国有地だ。こちらの自由に使える。よし、ギガ子くんを難波城に移動させる。了解。ギガ子ちゃん、難波城に避難よ。難波城ね、わかった。待て、いかん。一部の区域停電しています。
ごめん。移動も一筋縄ではいかんよ。いや、ルートを選べば不可能ではない。町と義学両方を救うのがサイフォースの使命だ。了解。ならばルートの選定だ。マップを。この商店街を通れば。バカモン、そこはアーケードがあるから通れん。はあ、ここまで来たらあとは一直線ですね。ダメだ。彼女の今の身長は25倍、つまり体重は25の3乗、15000倍にもなっている。彼女の元の体重を50キロとしても。ひどい。そんなにないよ。うるさい。1万5000倍もすれば大した差はないわ。およそ750トン。この下には地下鉄が通ってる。下手をすると踏み抜いてしまうぞ。私そんな重い。これまたげますかね。歩道橋の高さはおよそ5メートルだ。ギガ湖のまた下は現在17メートル。軽くまたげるぞ。ちょっと女性の股下丈を表示しないで。ちょっとすごい人集まってるんだけど。このままではパニックに。パニックはまずい。動かすぞ。しかしまだルートが。残りは移動させながら選定する。ルート上の信用を避難させろ。了解。よし、八幡作戦開始。八幡作戦開始。ギガ子ちゃんスタートよ。はい。ギガ子、移動を開始しました。いいわよ、そのまま80メートル直進。はい。まもなく歩道橋。うまくまたいでくれよ。下には誰もいないわ。思い切ってまたいじゃって。オッケー、出雲さん。ナイス。歩道橋通過、損害ゼロです。ここからぶっつけ本番だ。次の交差点を右、100メートル進んで左だ。これはどうしたらいいの。これは鳥居の高さは24メートル。これを通過すればゴールは目の前だ。比較画像出します。またぐのは難しいか。ギガ子ちゃん、くぐれる。やってみます。ギガ子くん、行きたまえ。いいわよギガ子ちゃん、お尻気をつけて。はい。よっしゃ。大鳥クリア。よくやった。八幡作戦成功だ。疲れた。ギガ子ちゃん、お城の敷地内に到着しました。お疲れ様ギガ子ちゃん。ありがとね出雲さん。出雲さんが助けてくれなかったら私どうなってたか。気にしないで、それが仕事だから。それにまだまだこれからよ。あなたを元に戻さないと。出雲さん、ありがとう。よろしくお願いします。こちらこそよろしくね。鳴り響くギガ子ちゃんのお腹、1万5000倍の胃袋を埋めるためには一体。動き出す地球連合軍、そして太古の壁画が指し示す真実とは。次回、胃袋のブラックホール、特異点をぶっ壊せ。来週もギガンテスギガンテス。